はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストモンスターズテリワンレトロ、旅の扉のボスとイベントで仲間になるやつらとかを使ってやって公開、第3回ですね。前回ちょっとね、自分の思ってた配合と少し狂いが出たんですけれども、まあ無事軌道修正ができて、まあ逆を言うとね、使う予定のなかったモンスターも配合できてプラスの値が増えたんで、まあ結果オーライという感じですかね。で、今回は S クラスからやっていきます。OK です。で、ちなみに配合に関しては、星降りの大会の後も見据えて一応組んであるんで、まあ星降りの大会後でも耐えられるような、まあ、モンスターを作っていく感じで、やってます。で、星降りの大会の終了まではもうこのメンツでやっていくんで、まあね、経験値レベル1から2になるのが100必要なやつらってちょっとやっぱり星降り大会前だと使いづらいんで、まあ、そこら辺の強モンスターは星降り大会後で作って、まあ、そいつらメインでやっていこうと思います。全員ガンガンでいいかな。死の踊り、危ねえ、怖いよこういうのが一番怖い。イオナズめちゃ強い。アンドリ気合い入れたな。第3回目の初回だから気合が入ったのかな。あ、いたね初期モンスター軍団。あ、ベギラゴン向こうか。俺が撃ったのかと思ったら174とか。まあ、目がくらんでも別に関係ないからね。意外に効かないな。どんだけ仲間来たんだよ。あ、はぐれメタル、これどうやって処理すればいいんだっけ。ちょっと一回ロック調踊らせよう。イオナズン使ってくんね。いや、サミダレ切りもか。ハッスルダンス踊っといてよかったな。出たー生きたつ、イキリドラゴン。イオナズン使ってくるハグレメタルいなくなったから、いやでもちょっと安定を取ろう。イキリドラゴンがいるからな。イキリドラゴン先に攻撃しろよ。イキリドラゴンに生きられるとマジで一発で死ぬ恐れがあるから。普通の攻撃で88か。ちょっと待ってね。アンドレもちょっと命大事にして、でベホマを唱えさせよう。痛い、あぶんね。ベホマラを唱えてきたよかった。マジでイキリメタルドラゴン最悪なんだけど。ってことはロック調ガンガンにしてアンドレを命大事にすればベホマラ唱えてくれるけど、遅いんだよな。ただ極ましいメラゾマ、これでお前を燃やし尽くす。イキリメタルドラゴン、アンドレ死んだ。しかしメラゾーマ、いやマジでイキリメタルドラゴン鬱陶しいな。結構運が絡むな。全部こっちに来たら確実にやられるからね。では鏡の扉ですね。まずは魔王の使いで、これどうなんだろう。普通の敵と同じくらいの強さなのかな。まあいいや、ガン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 でいこう。ロック調はもうヨナズン覚えてるから激かねえし、やばい、めちゃ減るな。激しい炎もそこまでっていう感じか。となると炎系が効かない。あ、いや効くか。ハッスルダンスしとこう。サムシン召喚してもいい気がするんだけどな。燃える吹雪と激しい炎だったらどっちがいいんだ。この2つ輝く息とあれになってほしいんだよね。超大きくなっちゃう。灼熱ってかマジでハッスルダンスじゃ追いつかないな。あ、効かない。炎の方が効くな。ってことはちょっとハッスルダンスの激しい炎のちょっと一回ベホマラ唱えよう。やばい、アンドレ
死ぬ、死んだ。マヒャドの連発がきついんだけど、これはもう道具でいくしかない。ちょっと待ってね。6兆命に大事にして、で世界中の歯が1個しかないのか。もうここで使うか。回復はやっぱ早め早めの方がいいんだな。70は耐えられるはず、グレットドラゴンは。てか向こうの方が早いのか。命大事に。え、どうするよこれ。ちょっと待って、だってベホマラトナイトかなきゃまずくないか。こわー、なんとか生きてる。マジックパワーがなくなる。世界中の雫はあるから最悪なんとかなるっちゃなんとかなるけど、いや強えわ。でガン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 にしよう。でロック調がハッスルダンスやってくれればマヒャの一発分は大丈夫。アンドレのマジックパワーがねえな。いや強い。あっさりじゃないよ。ガチでいく。まずはサムスに召喚からのちゃんと固めよう。こいつは別にないな。普通に連続攻撃でめっとくか。でまずバイキルトをとりあえずグレートドラゴンに一発かけとこう。100か。祈り届かねえか。で火力でちょっとはまあまあまあいける。サムシン召喚はやっときて、ベオマラだな。じゃあサミダレ斬りはかなり危険だ。祈り、いやどうする。サムシン連続、ちょっとサムシン呼べるまではこのパターンでいこう。きた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 。てかどんくらい強いのかよくわかんないんだけど、そもそもが。でハッスルダンス1回やって攻撃して、でやっぱりスクルトだな。先にスクルト貼っとけよかった。サムシン60、ハッスルハッスル。あやべ、アンドレのマジックパーがねえ。よし、1回打つだけの多分だいぶ違うとは思うんだけどな。サムシン守備力そんなねえな。ちょっと待って、もう一回でもハッスルはしとくべきだな。いやー待て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 、命のガンガンにしてエルフの飲み薬使おう。アンドルちゃんにサミナレギリ結構食らう。あれ誰、あ、アンドレが攻撃したのか。で、命大事に、今、まあ、連続攻撃で、まあ、ベホマラだな、ちょっともう一回。かサムシン微妙なんだけど、これといって、おおって感じはしない。デアゴとかマジ良かったんだけどな。で、ちょっと立て直してきてるから、一回スクルト貼っとこう。いや、サミダレ斬りがマジで食らうな。ハッスルダンスって回復できるくらいの守備力になってくれればいいんだけどな。でもこれスクルトってこれ以上上がんの、そもそも。そもそも問題で連続のアンドレちゃんどうしようかな。今さらやってもな、バイキルトって感じだけど、ちょっと攻撃してみよう。いくつ当たるんだ。ちょ、なんでかわせるんだ。よし、これででもだいぶ100か。てかロック調もマジックパワーまずいよな。バイキルトかけとくか。なんか無駄に終わりそうだけど。まあまあまあ、サムシンもやっぱり長期戦になればなるほど召喚獣は役に立つな。いやそれでも食らうか。
もう一回スクルトとか入るのかな、そもそも。で、グレートドラゴンももう、マジックパワーが、減ってきてるしな。じゃ、ロック調のがやべえか。ハッスルダンスやり続けてるから、いや、強い。で、やっぱり僕、防御から固めた方が良さそうだな。サムスに召喚。からの、どうしよっかな。大防御しとく？固まるまでは。スクルトだな。つえ。あれ？サムスに来たか？もう、一発で来たな。ロック調のもうマジックパーがない。とはいえ、とはいえよ、だって。いや、まだエルフの飲み薬があるんだけど、これやったらさ、死なない？ロック調食らったら。いろいろやろうぜがな。アンドレが最後だから、変えらんないんだよな。これ、この並び方も重要だな。すんげえ今更だけど。デュラン戦に来て、アンドレ真ん中に置くべきだった。命大事にして、ちょっと一回これでなんとかしのごう。でエルフの飲み薬を飲んでおく。防御してればまあまあまあ、いや全然通らねえわ。ドラゴン切りでベホマ。エルフの飲み薬はまだもう一個あるかな。で6兆どうすんだ。サムシンやったから、あともメラゾーまで行くしかない。グレートドラゴンが連続攻撃、まああれだよな。ちょっとバイキルトが入るまではもう一回スクルトはやっときたいもん。さすが大防御。え、メラゾーマ通らないんだっけ。ちなみにスクルト何回入るっていう。発数ダンスだな。攻撃したところでって感じだしな。ちょっともう一回だけスクルトやってみよう。これ入んなかったらもうちょっとさすがに無駄になるけど、それでも90くらい。あー、いけるいけるいける。もう一回いけるか。じゃあスクルト、ダメだ。ちょっと一回世界中の雫使おう。だからガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ。でも使う。アンドレがまずい。デュランの方が早いからな。真空発炎か。悪魔12とか弱すぎる。いや耐性が半端ねえなこいつ。ハッスルダンス、ちょっと待って。一回大防御で、やはり攻撃役1人作っとかないとまずいな。グレートドラゴンにバイキュートかけるか。よし、今のところ大防御ハマってんな。結構いい感じに飛んでくる。で、何が効くって言ったら、もうメラゾーマでチク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 やっていくしかないよな。連続攻撃で、もう一回スクルトの重ね書きはマジで重要だ。今回60まで減らしたか。で多分もうこれで打ち止めっぽい気がするんだよな、スクルト自体は。いやー弱すぎるわ、攻撃が通らない。普通の攻撃は、でベホマラーだな。いけ70。これでだいぶ立て直したよね。40か。メラゾーマだな。でこいつ攻撃で、だってもう一回スクルトいけんの。それでも100くらいから。あ、まだいける。いつまでいけんだスクルトって。かけられるだけかけるか。めちゃくちゃ長期戦になってるし。これメラゾーマ尽きたら終わるな。
いや、まだスクルトいける。サムシンもちょこ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 当ててくれっかな。いや、めっちゃ重要だわ、スクルト。この戦い。そしてメラゾーマも強い。通らないけどね、通らないけどダメージソースだからな、うちの。ベホマでいいんじゃないか。サムシンがさ、もうちょっとゴー、これはスクルトでは軽減できないのか。真空波は。ってことはちょっと一回ベホマラータイムだな。開始。サムシン、ただこれで立て直して、もうマジックパワーが尽きたら終わるけど、エルフはまだ1個ある。道具使えなかったらマジで終わってたな。道具使えなかったら勝てない。激しい炎か。ちょっと攻撃に転じてみよう。40、変わんねえな。グレドラの攻撃と変わんないわ。で、ただベホマナーも結構使うんだよね、マジックパワー。6兆はもう、6兆はっていうか、もうみんなが守備力は固まったから、これでいこう。よし、20。疾風波みたいなのが来なければ。なんだっけ、かまいたちだっけ、なんか忘れちた。疾風好きもでも意外にいた。これは真空波だ。真空波が強いんだ。しかもこのヒットポイントまずくないか。世界中雫使おう。で、そうするとガン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 で、ガン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 にして世界中雫回復は早めだな。真空波一回使ったらもうやろう。で、メラゾーマ命令させろでやらないとダメージ効率が悪すぎる。アンドレどうしよっかな。まだいけるか。ベホマラ3回分くらい残っておけば大丈夫だと思う。もうここまでくればで、そうすると1回じゃあバイキルト唱えとく。炎入ってるより1回バイキルトやってさ、殴ってた方が良かったか。マジックパワー使わないから。だってグレドラとアンドレってそうそう攻撃力変わんないもんな。北真空波耐えられんだろう。もう一回で、ベホマラ先手取れないのが結構痛いんだよな。いや、普通に強いわ、デュラン。てか、めちゃくちゃ、なんか通りが悪い、全部。もう一回ベホマナーする。もう一回ベホマナーするんだったらさ、ちょっと一回ハッスルダンスにしとこう。で、殴って、殴る。よし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 。これで、グレートドラゴンとアンドレもだいぶ、マシになったでしょう。で、またメラゾーマ。最後のエルフの飲み薬を誰に使うかだよな。が100食らうのか。よし、倒した。めちゃくちゃ苦労したわ。その代わり1万という莫大な経験値を手に入れた。アンドレアルしか上がらねえし。では、とうとう霜降り大会行きましょう。テリーのご入場。火力でとりあえず押していこう。最初は魔法トーン最悪だ。マジか。悪魔切りに変わってる。多分ヨナズン唱えようとしてる。そう、アンドレアルはもう灼熱覚えたんで、ヤマタノオロチには効かないよね。で、グレイトドラゴンも28まで上げたんだけど、30まで上げれば灼熱と輝く息両方覚えるんだけど、ちょっと大変すぎて
いけっかなと思って、もうこれでいきます。うちらも炎は効かないな。凍える吹雪はヤマタノオロチ通るでしょうという感じなので、アンドレとグレドラに任せよう。俺は踊ってる。俺っていうかロック調、別にロック調が主人公なわけじゃないから。あ、やべえ。あ、でもさすがにこれじゃ倒せないか。爆裂剣なぜ1しか当たらないのに。ロック調攻撃に入るか。41。よし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 、まあまあまあだね。てかドラゴンマットがイキリっぽいな。まあ一回様子を見よう。バーギークロスおめちゃ通る。6丁攻撃回アンドレアルバーギークロス来た。イキリだマジで。イキリドラゴンマット踊ろう。まあ、アンドレアルはベホマナあるんで。あぶねえ、バギークロス合戦だな。よし、ドラゴンマットさえ倒れれば。てかアンドレアル、そういえばベホマナーじゃなくて、これ見れるんだけどベホマズになってんだよね。じゃあ次が最後。さてここは二軸弱か初手マダンテ使ってくるから、全員ガード、ガードしなかったし。てかマダンテ唱えてこなかったな。さあどうする、この2人を。じゃあアンドレアルがバイキルというんだよね。ちょっといろいろやろう、練習を。でグレドラでちょっと様子を見る感じ。二軸じゃ攻撃だな。ハッスルダンスちょっと間に合わないな。まあアントリアルとりあえず攻撃力上げたけど、まあ、誰も効かねえし。ロック調攻撃に入らせて一回ベホマズに唱えるか。アントリアルが意外に食らうんだよな。来たー、ここで来るか。壊滅したな。なんかあるか。いやダメだ、こいつ回復がない。ロック調いろいろやろうぜってさ、バズ召喚しないのかな。そうバズ召喚になったんだよね、レベル上がって。わかった、こいつらマダンテ使うまではずっと命大事にしよう。さあ来い。よし来たー、強い。どうしようかな。いや、ハッスルダンスいけるな。ハッスル、ハッスル、ちょっと変わっちゃったかな順番が。ハッスルガンガンいろいろ。いや普通に攻撃力も高い。爆裂剣メタルキング1しか当たらん。でやっぱこれだな、もう一回これだな。じゃあヨナズアンドレ、ちょっと待って、アンドレいろいろやろうぜのくせに。うーん、そうするとガン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 命大体結構強えな。やべ、グレイトドラゴンが死んだ。ザオリク、アンドレアルさえ生きてれば、ね、ちょっと待って、命大事にガンガン命大事に。今回は守り、やばい、死んだ、死ぬ。一匹倒したいマジで。命大事に、こいつも命大事に、もう一回命大事に、みんな命大事に。
18しかない。アンドレアが死んだ。とりあえず発生弾性回復して、デフォまで回復して、呼び返らせないと話にならないかんな。ザオラル持ったっけ？生き返った。奇跡だ。で、ちょっともう一回、もう一回マジで立て直さないと。アンドレアでも命を大事にしよう。イオナズン、よし、これベホマズン来た。これで完全回復したよ。何も起こんないけど、いいいいいい。で、ガン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 で、アンドレアルがもうベホマズンだな。ベホマズンっていうか攻撃に備えてるし。ベギラもどれだけ通るの。39の43。全然効かねえやっけ。いや、でもアンドレアルのベホマズンにかけよう。てかベホマズンなかなか打たないな。イオナズン、イオナズンの通りも良くないし。くわー、やられた。遅いんだよ、こんな時に限ってアンドレアルの。しかもベホマズン都内だし、倒せるって判断したからか。ってことは六丁もう一回命大事にだな。立て直しの時期が必要だ。ハッスルでちょっとでもやって、でザオリクで、そう、ロックチョがそもそもハッスルダンスしか回復手段がないからな。バンズ召喚したから侵略してくんないかな。いろいろやろうぜ。でちょっと待って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 、痛いです。でベホマンで、これでもう一回いこう。もう一匹ってか、右の二軸弱者さえ倒せれば、まあ普通にガンガン行こう。いろいろやるか一回。でアンドレの攻撃力が上がってのイオナズンで激しい炎で、こいつ命大事にしてガン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 で行こう。もうハッスルなんか、グレートドラゴンか。ライレインめちゃくちゃ食らうな。に、倒した、やった。あ、倒した。なんか、雪崩式方式に倒したんだけど。では、星降りの大会を優勝しましたので、ミレイユちゃん。お見合いしましょうか。テリーお見合いしましょうかってなんか、近親相姦みたいな。骸骨剣士お見合いしよう。でこれはグレムリン、うちの秘蔵っ子です。超苦労した作るのに。こいつを出します。はい。そして出来上がったのがメドーサボール。でこいつグレートドラゴンと掛け合わせるんでメスがいい。さあどうだ。男の子、ダメです。祝福しましょう。550円、高えな。なんか、キモ。メドーサボール、プラッキュー。まあ、メドーサっていうか、メドーサにする。普通に。はい、で連れていこう。鍛えないといけないからね。爆裂剣会心の一撃、やったぜ。22000、メドーサボール35。めちゃくちゃレベルが上がる。ハグネメタル、そしてギガスラッシュ。もうこいつくっつけちゃおう。何いらないかって言われたらもう全部いるんだよな。グランドクロスも覚えてるからね。じゃあマジで全部いるわこれ。全部いるけどもうくっつけちゃうから、とりあえずもうヨナズンいらん。でグレートドラゴンもまあ一応アップと。では配合、グレートドラゴンとメドサボール。
これでヤマタノオロチができます。もう両方とも超強いからね。最強ヤマタノオロチが出来上がる。ヤマタノオロチしかもプラス12だし。で、ヤマタノオロチはオスがいい。ここのスカイドラゴン、メスと組み合わせて神竜を作ります。で、このスカイドラゴンと組み合わせるとなんか弱くなりそうなんだけど、相当鍛えないとな。まあ、とりあえずお願いします。あれ、ちょっと待って、決定か。任せとけって言ってる。時間はかかる。そうだよね。しょうがない。女の子。ダメだ。それは。男の子になってくれ。700ゴールド。高い。最強ヤマタノオロチが爆誕した。こいつの名前はオオロチにしよう。で、初期ステータスもだいぶ強いね。よし、こいつをまた大事に育てていく。あとさ、もう魔王の使いとさ、アンドレアル組み合わせちゃって良くないもん。 OK、 竜王の卵、もうこいつは孵化させちゃっていいや。竜王で完成形なんで、まあ、一応神竜と組み合わせるとドラゴンバージョンの竜王が誕生するんですけど、それはさすがにちょっともったいないんで、竜王プラス10、竜王竜王でしか入らない。で、オロチがこんな感じで、まあまあまあ、でもいい感じか。魔王の使いも結構レベルは高かったからね。よし、この2人鍛えていきます。ロック長が引率役。星振りクリア後はね、この下の支配の扉、ここでハグレメタルが出るんで稼いでいきましょう。ハグレメタル2体4万3000とか。てか一発でハグレメタルを倒せる火力が出ないからな。まだきっついんだけど、今回マジで運が良かった。全然逃げなかったからね。ヤマタノオロチがな、攻撃力どんどん上がってくれればいいんだけど、30くらいになれば400超えるかな。攻撃力9とか上がっていくからね。よしよしよし、どんどん上がれ。爆裂剣ようやく覚えた。てかレベルの上がりがそんな凄まじくはない。メラミザオラル、なんかいろいろ覚えたな。猛毒抜きいらないでしょ。ザオラルはだって絶対欲しいしな。火炎があればベギラもいらないでしょ。ようやくね、はぐれメタル突き破れるようになった。超楽になった、これで。今まで爆裂剣で1とか2とかね、与えてたのが一発で倒せるようになったのはマジででかい。オロチももう攻撃力いけば一発で貫けるんじゃないか。一応390超えてくるとちょっと通るようになってくる感じかな。もう今406になって6兆かなり確実に一発で倒せるようになってるんで、ベホマラ覚えた。もうなんだ、なんかいろいろ欲しいものがありすぎて困るんだけども、大防御いいや。とうとうロック長とお別れをする時が来ました。ちょっと最後に強さを見ていきましょう。レベルは63まで上げてね、攻撃力500、守備力も400、素早さ511、素早さ511が確かカンストだった気がする。賢さも255カンスト、ヒットポイント746まで上がったからね。で、マジックパワー412と、こいつを掛け合わせます。マネマネどうだ、いた。一応マネマネも見る。マネマネもね、もうあのカンストしてんだよね。あ、決定しちゃった。いや、で、低い鳥と今預けてるホークブリザード、こいつを掛け合わせて二軸弱を作ります。で、二軸弱で一旦完成という感じです。で、ホークブリザードはメスなのでオスが欲しい。お願いします。男の子 OK。 低い鳥完成。低いで連れて行って、
かつホークブリザードも持ってこよう。一回竜を外す。で、ホークブリザードと低い鳥を極限まで鍛えて、いやまあ限界まで鍛えるかわかんないけど、一応極限まで鍛えて二軸弱を作る。で、今の低い鳥のススってどうなの？まあヒットポイントは高い。レベル1にしては強いよね。マネマネがね、ちょっと、多分そんなに強くないから。超強い者同士を掛け合わせれば、本当に強いのができるかな。ただもうね、モンスターが全然全然いないんだよね。でちょっと一回竜王は分かれます。でホークブザード連れて行って、で引率役はヤマタノオロチ。攻撃力も500超えてっかんね。メタルスライムも一発で倒せるんで、これでまたレベルを上げていきましょう。あ、そうそうそう、こいつ仲間になるという情報があって仲間にして お願いします。いいよ、連れてってやるよ。超いらないけどね4匹しかいない。スラボとスラを入れて4匹しかいないんだよ。もう極限まで使ったよな、スラを。レベル1のくせに強えなこいつ。まあいい、使うことはないだろう。ホークブリザードがね、もう成長限界来ちゃったんで、レベル56ですね。とうとう二軸弱を作っていこうと思います。で低い鳥も50レベルまで上げたんで、もう素体としてはかなり強いですね。お願いします。二軸弱、これはもう孵化させちゃいましょう。完成形なんで。ただこの二軸弱の欠点としてはね、あの二軸弱の欠点っていうか、その配合の問題でベホマは覚えてないんですよね。回復魔法がね、ハッスルダンスしかない。虹、どうしようかな。クジャクにするか、虹を前面に出すか。クジャクにしよう。OK です。連れていこう。で、一旦これでパーティーは完成ですね。ヤマタノオロチ、神竜にできるんだけど、今もうヤマタノオロチ、むちゃくちゃ強くて。あの神竜に変えたくないんだよね。とりあえず一旦ね、これを完成形として、ヤマタノオロチ、まあもうレベル53、こいつは完全に引率役で、二軸弱レベル1でもやっぱだいぶ強いね。むちゃくちゃ強いっていうか、まあ、ホークブリザードと低い鳥50以上で掛け合わせたんで、めっちゃ強い二軸弱ができて、で竜王っすね。竜王少しヒットポイントが少ない感じがするかなって。マジックパワーめちゃくちゃ高いけど、まあ、マジックパワーどうなんだろうね、そこまでいるっていう。まあ、一応攻撃もな、まあ、単体メラゾーマ、全体灼熱、まあ、精神統一もあって、バイキルとベホマズン、まあ、どっちかっていうとサポーター的な感じかな、竜王は。で、ヤマタノオロチがアタッカーで、まあ、二軸弱もアタッカーとして使っていけると思うので。では、このパーティーで、次回は、星降り大会後の開いた旅の扉、魔王系のねボスがいるんで、魔王討伐をやっていきたいと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。